じゃあすいませんやりましょう。今日すいません皆さんありがとうございます。ありがとうございます。まあ、いよいよ今日先ほどね茂木幹事長来ていただき、私どもの方、まあ、もちろんあの石井も来ましたけれどもスタートさせていただきました。これから頑張りますのでまたいろいろよろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは、少し長めにですね、自己紹介といいますか、はい、これまでの、出馬に至る経緯ということも含めて、はい、あるいは思いというものを述べ、内藤から述べたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はあの本当にお足元の悪い中お越しいただきまして誠にありがとうございました。先ほどあの大街頭でも少し自己紹介させていただきましたけれども、世田谷区長選に立候補することとなりました内藤裕也でございます。あの私生まれはですね世田谷区の若林というところで、あのまあ、さらに詳細言うと病院というだけで言うと、まあ、世田谷区内大学病院一軒もないもんですから、あの目黒区のすぐそこの東方の大橋病院の生まれで、で生まれ育ったのが世田谷若林というところになります。で若林で小学校5年生ぐらいまであの過ごしていましたが、あの引っ越しに伴って、駅に言いますと上町または共同というところになりますけれども、住所で世田谷区のさくらというところにあの実家が引っ越しているところでございます。私自身はそこであの役所勤め財務省を務めていた時も数年間そこに住んでいましたけれども、今あの婚約しておりまして桜新町の駅のあたりに住んでいる、そういう状況でございます。そういう意味では本当に世田谷生まれ世田谷育ちというところで、まあ、世田谷区を出たことはあるのかというと、まあ、強いて言うと地方赴任を私しておりまして、あの四国の高松国税局松山税務署というところにあの出させていただいておりますので、その間わずか本当に9ヶ月ばかしでございますがあの地方にはおりましたが、それを除くと本当に世田谷区というところでございます。学校小学校中学校高校はですね、あのこれも世田谷区内なんですが、東京学芸大学附属世田谷小学校中学校高校というのが世田谷でいうと、深沢という地名と、あとは下部ですねというところにございまして、そこに12年間通っておりました。でそこで、まあ、生活をする中でこの小中高というのは非常に特徴のある学校でございまして、ご存知の方も多いかもしれませんが、もともとは文部省の直轄の国立大学法人 の付属校でしたけれども、平成16年に国立大学の法人化ございまして、それから東京学芸大学の、国立大学 あの付属の小学校という扱いでございますが、基本的には文科省 あの次の教育のカリキュラムを決めるための、まあ、研究をするというふうな位置づけをされている学校でございまして、あの私の時はそのまあ、教科生の教科担任の実験をし始めてた時でございまして、学級担任というか教科担任制というのを当時していたなという記憶がございます。この小学校の平成16年と一つ のきっかけでございまして、やっぱり国立大学が民営化されるとやはり運営交付金が下がっていくというふうな宿命にございまして、16年から、まあ、今もう令和5年、35年でございますが、19年かけて毎年 1% ずつ運営交付金で下がってるんですね、国立大学というのは。で私が在籍している時も、まあ、約10年近く国立大学法人いましたので、そうすると10年経つと、まあ、都合 10% 下がってますので、電気代も結構払うのが学校が厳しい、そういう状況にはなっていたというのが実は状況でございまして、やはりあの、まあ、これは小泉政権またその前 あの政権からの民営化の流れでありますけども、その中で自分たちのある種の暮らしが、まあ、時の政権の、まあ、ある種意向によってこういうふうに影響があるんだなというふうに思ったというのが一つの政治を志すきっかけでもありました。でここからの話、ちょっと今から申し上げるのはあのカットはお願あのカットこの部分だけで結構です。であの、まあ、そういうこともある中で、あの、まあ、政治が一つ必ずしも唯一解だと思っていなくて、公のために仕事をしたいなと思ったのがこの小学生中学生の頃合いでございました。でもじゃあ、まあ、高校大学を選ぶにあたってもちろん将来の仕事を考えながら学校と選ぶ必要はあるだろうなと思う中で、あの私も子供ながらに拙い考えだったんですけども、まあいわゆる官僚国家公務員というのは、まあ、国のために尽くす仕事をして、まあ、一つ新卒でもできる仕事だなと
というふうなことを思いまして、じゃあまあ国家公務員というのも一つの選択肢なのかなというのを、まあ、高校生ぐらいですかね、あの一つ決めまして、じゃあ逆算的にじゃあどういう大学入るといいのかなというところを考えたときに、まあ、まあ昔ほど今は東大法学部じゃなくても入れるという状況にはなってますけれども、まあ、そうは言っても東大法学部なのかなと思いまして、まあ、東大法学部を目指そうというのをあの考えたというのが当時でございました。まあ、そうは言っても私そんなにもともと頭の出来が処理級と良くなかったので1年間本当に浪人をしました。あの東大というのは不合格の方に対してもあなた何点ですって郵便が送られてくるんですね。あの合格する点数最低ラインから何点足りませんと。私実は70点足りなかったんです。で予備校私寸大に高校生、まあ、高卒、まあ、浪人生の時通ってましたけども70点足りてない証明書を持ってくんですよ。なぜかというと何点足りてないかによって学費が割引になるんですね、あの寸大というのは。で持ってっていやあなたとても受かりませんよと東大にというのが実は私高卒あの浪人時の最初のことでございました。でもまあ、もちろん受からない受かる確率は本当に過去の累計から見ると本当に 1% ぐらいというぐらいの点数の差だったんですけども、まあ、それでも一年発起して浪人生1年間ずっと寸大に通っていたんですが、ただ私自身その寸大はお茶の水だったんですけど同時に実は地元の塾にも通っていて、これが世田谷上町にある塾でアット指導会という塾なんですけども、まあ、そことダブルで通いながらなんとかギリギリ受かったというのが正直なところでございまして、本当にまあ、正直言うと小中高というのは小学校にくじ引きで入ったようなもんですから、中高までそんなに勉強せず来てしまった自分が、まあ、高校の時はちょっと大学受験苦労したかなという記憶はあります。で大学入ってからの話はお手元の資料というのは多分新しい資料、古い資料ちょっとお渡ししようかなと思います。後日の後でお渡ししますけども、大学は1、2年生の時はですね、電通の過労死事件があったと思うんですけども、高橋まつりさんで、あれの弁護士をしているのが川人博弁護士という方でございます。過労死事件には本当に長けた方でございますけども、この方が東京大学でゼミを持ってまして、そのゼミに私入りました。今回自民党、そして維新さん、公明党さんからの応援いただいているものでございますので、その人権問題とか少し軽んじているんじゃないかなというふうな危惧をもしかしたら抱かれているかもしれませんけど、私自身はその法と社会と人権ゼミというところに所属をしておりまして、ゼミ長まで務めました。でそういう意味では本当に今回の袴田事件もそうですけども、袴田さんとも直接お会いする中で、やはりその、まあ、行政というか、まあ、ある種国家権力が人権に与える影響というのもしっかり重々承知した上でこの進路を歩んでいるというふうな状況でございます。私も何でしょう、ある種人一倍しっかりとその権力作用にはある種抑止的に慎重にしていかなければ、区民の皆さんの安全暮らしを守るというのが一番大事なことだと思っているので、そこは大学時代の経験すごい生きているかなと思います。大学3年生になった時に東大の場合は学部が変わるものですが、1年生3年生で法学部に移りまして、でそこで、ビジネス交渉を専攻しました。法学部というと法律専門なのかなと思われるかもしれないですけど、私専門実は交渉学ネゴシエーションです。でそれで、まあ、東京大学で大学別に世界大会交渉学の大会ございまして、まあ、架空の会社をモチーフにビジネス交渉するというふうな大学対抗交渉コンペティションでしたね。正式名称そんな感じだったと思うんですが、参加して、一応国内ではチーム率いながら17人チームで出場しましたけど、アジア大会、日本チームとしてはトップと、シンガポールに負けてしまったんですがという状況でした。その時の経験というのも一つある種苦しい経験でもあって、やっぱりこれどれだけ頑張ってもやっぱり世界の壁って本当に厚いなというのを実感したという状況でもあって、まあ、やっぱり日本の、まあ、今回は世田谷区という話でありますけども、そうは言ってもやっぱり日本全体のことも気にしながら仕事をしていく必要があると思ってますので、教育問題、小中高と、まあ、幼稚園からそして障害教育というのがありますけども、いかに日本がこれからその、まあ、昔言えばジャパンアズナンバーワンというふうな時代もありましたけども、
これから世界的な地位が低下する中で、どういうふうに世界の中における日本人をこの世田谷から育てていくかっていうのは一つテーマにしていきたいなというふうに考え次第です。私自身は特色のある小中高を通っていたので、相対的に見ればディベートだとかは確かに強い方だとは思います。でも他の、公立で同じような教育が常に行われているわけでもないですし、学校それぞれに特色を合わせていく必要はもちろんあるんですけども、なんでしょうね、少なくとも国際社会で戦っていけるような日本人を育てる、そういうふうな教育は心がけていきたいなと。もちろん向き不向きってのありますから、不登校特例校も含めてですけども、抜け漏れのないそういうふうなしっかり教育をしていきたいなと、個人に合わせたっていう方がいいかもしれません。それが大学3年ぐらいの話なんですけども、私の経歴で、財務省に勤める前に実は企業勤めをしているんですが、それは何かというと、大学時代に実は私創業起業をしております。株式会社タビム社という会社でございまして、ベトナムのホイアンという場所がありまして、これは日本でいうと京都みたいな場所なんですね。世界遺産に指定されている都市でございまして、でここに店舗を独自で自前で持って、で日本の大学生にそこで研修を受けてもらう、そういうふうなプログラムを運営する企業を私だけじゃないです、さまざまな方と一緒に創業起業いたしました。これがちょうど大学 3,4 年生の時期でございまして、でその時に営業部長というものを拝命いたしまして、年商も当時最初は本当にすごい小さい企業だったんですけども、億円単位でしっかり年商を稼げるような企業に2年間で成長させていただくというふうな経験も大学通いながらですけども同時並行でしておりました。なのでそういう意味ではベンチャーといいますか、今風の言う言葉で言うんだったらスタートアップって言うんでしょうけども、スタートアップ勤めもしていた人間でございますので、ただ単に財務省にいただけの行政マンではなく、その前 の, ビジネス経験もある、そういうふうな次第でございます。で少し話長くなっておりますが、その後大学卒業して、財務省へというふうな流れでございます。財務省での話かいつまで説明しますと、私専門領域は、金融と、税と、予算の立案でございます。金融というのが財務省では、金融庁に分離して以降まだ残されている部局にいくつかございまして、具体で言うと、政策金融だとか財政投与と言われる領域は財務省の所管事項でございます。で具体的に何をしていたかというと、財政投与士の中でも産業投資という部門がございます。でこれ何かというと、税金というと皆さんからいただいてそれで終わりというふうなものだと思うんですけれども、この投資である以上は何か出資をしてそれを戻してもらうと、つまり補助金ではない行政ですね。これは例えば少し昔の例になってしまいますが、メルカリというふうなフリーマーケットアプリというのが色々あると思うんですが、メルカリに出資をしたのも実は財務省の産業投資部門でございまして、当時100万円でしたかね、出資金を入れさせていただきまして、2009年ぐらいだったの話だと思います。ちょっとすみません、正確な年はちょっと忘れてしまいました。でそれが以前数年前ですかね、上場されて2000数百億円で配当金といいますか、売却収入ということになりますけども入ってまいりました。でこういうのが要は産業の目をしっかりとこれ伸びそうだよねというものに出資をして、でそれが育つまで専門用語で言うとハンズオン支援というんですが、伴走型支援ですをさせていただいて、企業を成長させてそれを最後、リターンとしていただくと。そうすると今までは税金をいただいて補助金つけて成果はどうか関係ないって話だったと思うんですけども、これは新たな取り組みでありますが、出資して必ず戻してもらうと、利益を生んでもらいますよというふうな約束のもと、企業を育てるというのを私担当しておりました。で昔から実はこの制度ありまして、昭和28年ぐらいから本当は制度はあるんですね。ただそれが実は活用されてなかったというのが正直なところでございまして、で私と上司のものと、基本的にその2人でやってましたかね。上司はですね、今奈良県でもしかしたら副知事になってるかもしれないですが、湯山というものがございまして、でそれと2人でやってたんですけども、もともとその産業出資と言いつつも、国際金利ぐらい稼げればいいんじゃないかっていう発想で運用してたんですね。
つまり金利でいうと当時はもう 0% 金利でございますから 0.01 ぐらい稼げればいいんじゃないかというふうな話だったんです。でもそれはいかんでしょうと。やっぱ国民の方からいただいている税金がそうは言っても原資になってますから、補助金と同じようにしたら結局何も同じ制度になってしまうわけで、まあ、せめて民間金融と同じぐらいちゃんと出資で稼ぎましょうよというふうな話で、当時政策投資銀行は 4% を目標金利にしていましたので、じゃあ 4% で国もやりましょうということで、そちらを仕組みとして改定の作業をしていました。行政ですね、やっぱり何か指針がないとできないものですから、その指針を作るというのが私の担当で、令和元年だったかと思います、元年6月だったと思います、産業投資の在り方についてというふうな冊子が財務省から発行されておりますが、それを執筆したのが私、ほとんど私で、あとは監修がその湯山という人間でございます。なのでそういう意味じゃ財務省におけるその産業投資の稼ぐ、どういうふうにその稼いで、そして産業を作っていくかというところをまさに担当しておりました。でそれが一段落した後、高松国税局松山税務署に地方出向させていただきまして、で高松国税局は高松国税局では調査査察部におりましたので、まさに脱税だとかの調査、そして取り締まりというのを私担当していたところでございます。調査査察の中身はちょっとすみません、守秘義務なんで私も喋れないんですが、まあ、かいつまんで申し上げますと、まあ、どうしても地方の高松局ぐらいになってきますと、まだまだその何でしょう、効率的な取り締まりというのがうまく進んでないというふうなところでございます。私自身実はプログラミングとかもできる人間でございまして、そういう知識を使いながらインターネットから情報を自動で収集して、まあ、脱税の端緒って我々言ったりするんですけど、その端緒を自動で見つける、そしてそれをもとにしっかりと調査査察を現地で踏み込んでいくというふうな仕組みを当時作ったところでございます。そういうふうな調査査察 の、 制度改革というのを当時現地で担当をしておりました。ちょっと一瞬ここで止まって、はい、一瞬お客さんにご挨拶だけしてください。すいません、ごめんなさい。届くの話をしましたっけ。奈良県の副知事って湯山総一郎さんですか。湯山総一郎さん、そうです、そうです。今まだ副知事ですかね。総務部長、総務部長ですかね。はい、じゃ総務部長だそうです。はい、基本的にあそこのポストは、総務部長をやって最後副知事になるポストでして、法務部長2年やって副知事1年の多分ポストだったと思います。なんか確か、調査の話もしました。自動化、はい、で自動化を担当しておりました。で、そこから、私東京の本州に戻ってくるわけですけども、戻るときに一つ志願させていただいたことがあって、それは何かというと、やはりその最近の予算というのは、まあ、ちょっと自民党の推薦を受けているものが言うのもちょっとおこがましい話なんですけども、どうしてもその政治の流れで決まってしまっている部分は正直はございまして、ちゃんとデータに基づく行政での予算の付き方もしなきゃいけないよねというのが私の課題意識としてありました。で財務省の中には確かに主計局という予算はまさにどういうふうに振り分けるかという部署があるんですが、もう一つ同じような局の扱いで財務総合政策研究所という局がございます。でこれは何かというと、まさにそのある種国会対応から離れた立場として、しっかりとデータ分析をしてあるべきを語り、それを主計局に伝えたり主税局に伝えるというそういうふうな部局でございます。でそこは同期で一人しか配属できないんですけども、そこを志望させていただいて戻ってきたというふうな形で、無事それが通ったってだけの話なんですけども、財務総合政策研究所で私東京戻ってきて、西暦と2020年から辞めるまでの間ですね、おりました。で私専門領域は少子化対策とインフラ投資です。財務省の財務総合政策研究所における専門は、でまあ、それが今回の政策にも少し反映されているところなんですけども、確か朝日新聞さんと日経新聞さんだったと思うんですけども、私を取り上げていただいたことが実はございまして、私 の戸籍名で検索していただくと出てくると思うんですが、基本的に私の発想は地方で少子化対策するのは確かに大事なんですけども、そうは言っても人口多いの東京なので、東京で少子化対策しっかりやらないと日本全体の子どもやっぱ減ってしまうんですね。で地方創生も確かに大事なんですが、そうは言っても東京でいかにどう対策するかっていうのはすごい大事でございまして、
じゃあなんで東京って他の地域より子どもの数相対的にですね、あの出生率って意味ですけども低いのかっていうと、あの私の研究によるとやはりその家賃だとか通勤時間がこれ相当理由だと。まあ、単純な話で地方であれば、まあ、私も高松で経験したのは分かったんですけども、まあ、車通勤の方が非常に多くて大体20分ぐらいなんですね、マックスでも通勤時間って。そうするとでかつ地方の場合定時に仕事終わる方も結構多いので、まあ、5時に終わって5時半ぐらいにはあのお父様お母様ご自宅に帰ることができるんです。そうするとそこからやはり余暇の時間といいますか子育てに当てる時間が随分ありますから、まあ、2人目3人目がそこまで相対的に苦じゃないんです。地方はでも東京は平均通勤時間が1時間ぐらいですし、まあ、八王子だとか多摩の方まで行けばさらにあの時間上がってきますから、でかつ仕事も、まあ、地方よりもかなりシビアな部分もございますので、まあ、ご帰宅の時間が8時とか9時とかになってくるお父様お母様非常に多いと。そうするとやはり一人育てるのが手一杯、または一人もそもそも育てられないという状況でございます。東京の場合は。そうすると通勤時間を短くする、まあ、要は食住近接というのは非常に大事になってくるわけなんですけども、食住近接って簡単にはできないので、やはりこれは公営住宅やまたはこれ社宅に対する補助もそうなんですけども、あとはまあ究極的には鉄道の新線建設っていうのもあるんですが、方法としてはでそういうところが必要じゃないかというところに予算をつけるべきだというところをあの話をさせていただきました。実はそれがあのまあ最終的に今あの政府の方であの最近突然なんだか家賃の話出てきたって思われてますが、少子化対策の文脈で実はあれはデータに基づく実は理由でございまして、都市部においてはそれが本当に効くんだというところがあのデータでも証明されている中で ああいうふうな政策に実は至っております。まだそういうところを実は専門してきました。それがあの財務省を辞めるまでのところでございます。でもともと財務省は要は公のために仕事をしようというふうな話で入ったところでございます。で今回なぜ世田谷区長選なんだというところだと思うんですけども、私生まれも育ちも世田谷でございます。で歴代世田谷区長あの選挙で選ばれたのは大場区長、熊本区長、保坂区長で3名、逆に3名しかないんですが、この世田谷というのはどの3名も世田谷生まれ世田谷育ちではないんです。実はあの大場区長も生まれは確か山形かあのそちらの方で、であの東京の確か条約家だったからあの区長になられた方 で熊本さんもあの生まれは違う地域でございまして、で保坂さんもあの別の地域ということで、地元密着型実は区長さんというのが今まで誕生していないという状況でございました。でもちろんその世田谷という地域はあの外から入ってこられる方もいらっしゃるので、地元密着の地元生まれじゃなきゃいけないとまで言うつもりは全く私はないです。あのさまざまな方があのそれは担当されていいと思うんですが、まあ、そうは言っても、まあ、一人も地元出身がいないっていうのもちょっといびつな構造だなとも思うわけでありまして、でそれはまあ私にとっても、まあ、地元から一人出してもいいんじゃないかなっていうのは前々から思ってたところでありました。でもまあそれが別にきっかけというわけではもちろんなくてですね、やっぱり国で仕事をする中でやはり世田谷区と、まあ、の国のうまくそのつなぎができてないというのは正直思っているところでございました。例えば世田谷区が陳情に来るという時は普通の自治体であれば区長さんが来るわけですよね。あの区のトップでございますが、でも世田谷は保坂区長基本いらっしゃらないというか、基本的に実は自民党の衆議院の先生を頼ってくるっていう感じなんです、この世田谷の状況って。実は、うん、区長ではなくて、でもちろんその国会議員の先生方がご尽力されているところなので、あのそれはそれで大事なことだと思うんですけど、そうは言っても直接的にやはり区と国が連携してできるようになるっていうのもすごい大事なことだと思うんですね。やはり何が大事って、やっぱり区民にとって一番大事な何かなっていうふうに考えることだと思ってますので、あのちゃんと少なくとも話ができる体制であることは必要だなと思うんです。でこれは別に党が社民党出身かどうかに関係なく、別に今の保坂区長がちゃんと話せる体制であれば私文句ないです。でもそうじゃないっていうのも一つ事実としてある状況ではございますので、ここは考えなきゃいけないよねと。あとはコロナ対応を見ていてもやはりもどかしい思いを感じたというのは正直なところでございます。やはりあの例えば10万円の給付、これ確かあの2020年の5月ぐらいから始まったことだったと思いますけども、6月末時点で23区で一番支給率が低い、つまり遅かったのは世田谷区です。で人口が多いかどうかっていうのは別に
関係ない話なんですね。例えば川崎市や世田谷なんかよっぽど早く支給できてます。川崎150万都市ですから世田谷より人口も多いわけです。でこうなってくるとやはり区政に何らかのいびつなことが生じているんだろうというふうなのはこの 2,3 年思ってきたところでございます。PCR だとか唾液の検査も含めてそうなんですけれども、やはりその、まあ、学識経験者、まあ、大学の病院の方々が、まあ、教授さんが今小坂区長にはついているというふうな状況ですけれども、やはりそういう方は臨床しているわけではないんですよね。現場で診察をしている方ではない。やっぱり現場で診察をしている方の意見をちゃんと聞くべきだというのが私の発想でございます。というのも世田谷に大学病院はありません。でそうするとじゃあ医師会だとかっていうのが一つの、まあ、会話をすべき対象になってくると思うんですけども、小坂区長と医師会の中が本当にうまくいってないです。それはもう世田谷区を取材されている方であればもしかしたらご存知かもしれませんが、やっぱりあくまでもその地元で一番その区民の皆さんと接しているのは通常の病院の方々なわけでございます。その通常のその病院の方々がどのように今現場で思っているか、現場で何を困っているかというところをしっかりと聞ける、そういう癖に転換しなければいけないなというのを私は思ってまいりました。コロナは事実上もはや収束に向かっている状況ではありますので、コロナ関係を何かそのとやかく私言うつもりはあまりないんですが、次の新たな例えばその感染症が来た時、そしてやはり今年関東大震災100周年ですから、その大地震が起きた時にどのように医療体制を整えていくのかというところで聞くところによると、やはり地元の医師会の話を一切聞いてくれないというところを、これ医師会に所属している先生方に関係なく、やはり地元の先生方の話をやはり聞く耳を持ってくれないというところは多々聞いておりますので、やはり大事なのは区民の声を聞くことだと思っています。で区民の声を聞くときに、まあ、医師会というとどうしても自民党系だというふうに思われる方も多いのは事実なんですけども、どこどこ系だからといって話を聞かないっていう癖にしちゃいけないよなというのは私は思うところなんです。大事なのは区民にとって何が大事なんだろうねっていう目的思考だと思ってまして、たまたま医療に関しては開業医の方の方がこの世田谷区においては大学病院がないという特性もあるんですが、身近なわけでございますから、そこの方の意見を聞くような、そういうふうなある種、まあ、何でしょうね、まあ、全ての区民の方を代表するのが区長ですので、政党の色というよりかはそのイデオロギー関係なく話をちゃんと聞きましょうよというのが私の根本にある発想でございます。でそれが私の今回の政党の支援の受け方にもつながっておりまして、今回自民党、日本維新の会、そして公明党というところまで今来ているところでございますけれども、そこからさらに私としては国民民主党さんだとか都民ファーストさんだとか、少なくとも現在保坂区長の表明をしていない党派には少なくとも声をかけるべきだと思っています。もう共産党さんは向こうをやるというふうに公表されていますし、立憲民主党さんは2連ポスターを作っていらっしゃるので、それはもう保坂さんなんだと思いますが、そうではない会派残りとしては国民民主党と都民ファーストにありますので、そこに対しては私はしっかりとお声をかけておくと。なのであくまでもイデオロギーではなく区民のための区長なんだということを私はしていきたいと考えている次第でございます。一旦ここまで私の生い立ちとここまでの流れということで、学生時代スポーツとか、はい、何かこうわかりました。はい、私実はですね、小学校はサッカーと野球やってました。でサッカーは地元にですねエスペランサという小学生のサッカーチームがありまして、これに所属をしていました。で野球はですね、実は私の学芸大附属世田谷小学校に野球チームを作ろうというのが小学校 3,4 年生ぐらいの時に父母会といいますか PTA での機運がありまして、でうちの親父がですねその野球チームじゃあ立ち上げようということになり、当時監督代表を務めてたんですよ、うちの親父が。でそこの野球チームグランドスラーマーズというふうな地域のまたこれ世田谷区のチームですけどもに所属をしていました。なので小学校は、サッカー野球と、で中学はちょっと私がですね野球技というかは持久走が得意だなということにサッカー野球やる中で気づいたということもあって陸上部
に中学では入りました。陸上部で部長も務めていたんですけれども、当時は中長距離、中学生の中長距離大した距離じゃなくて 1500m なんですけども、を基本的にメインでやっていたと。とはいっても何でしょう、下手の横突きみたいなもんで足が正直速いわけでも正直ないです。単に陸上をやってたというところだと、そこをご理解いただければと思います。で、高校時代は新しいもの好きという性格も正直あるんだと思うんですが、珍しいもの好きと言ってもいいかもしれないです。実は歩き競歩を高校時代はやっておりました。これは結構特殊だと思うんですが、で、競歩は当時世田谷区内には他にやってた人が多分いなかったと思うんですね。というのも世田谷、陸上競技というのは基本的にまだ地区大会がございまして、世田谷ですと絹田に総合運動場といいますかがありますので、そこに絹田のトラックで陸上競技予選をやって、都大会は駒沢のオリンピック公園で都大会をするという話になります。競歩は世田谷区大会開かれたことがありません。というのも競技人口がほぼゼロに近い状況ですね。そうすると最初から都大会というふうな状況でした。でも競歩をやってました、黙々と。はい、でたまたま私の高校の陸上部の監督が実は箱根駅伝に出たことのある先生、体育の先生なんですが、でしたので、陸上関係はそういう指導を受けながらやっておりました。大学になると、実は競歩、高校の競歩は 5000m5 キロですが、大学突然10倍の50キロなんです。大学になるとちょっと50キロはしんどいなと正直申し上げて思いまして、競歩をやめてしまいました。で、大学時代は何をしていたかというと、文化祭の委員と演劇を少しやっておりました。今の都大会で優勝とかそんなない、はい、優勝したとか 都大会でなんか、都大会ある種なんでしょうね、不戦勝みたいなのはありまして、なんでしょう、まず都大面白い話をちょっとエピソードを小ネタで挟みますと、競歩って本当に人気がないんですよ、正直申し上げて。なんで見る人にとっても歩いてるだけにはつまらない競技でございまして、陸上競技大会のお昼休みの時間に行われるのが競歩なんです。皆さんは昼食に外に行ってしまうと、で、私は黙々と歩くと、こんな大会の構図でございまして、で、東京都内、私の前後では5人ぐらいしかいなかったと思います、競技人口。そういう意味では大会が事実上成立しないで終わるということもよくあったところでございました。はい、あとは大学は先ほど申したように、基本的にはそうですね、文化祭の実行委員と、演劇と、あとは、スタートアップというところでございました。そんな日常生活でしょうか。私自身は家族は、父母、父が会社経営してまして、母は専業主婦、弟は先ほど申した通りで、あとは祖父母、これも世田谷でございます。で、曽祖父も他界はしてますが、これも世田谷でして、そういう意味じゃ本当に代々ずっと世田谷というふうな一家でございます。そんなところでしょうか。まずは、好きな食べ物とか。食べ物ですか、はい、私ですね、ちょっとなんか幼稚に聞こえるかもしれないんですが、ミートソーススパゲッティなんですよ、私ミートソーススパゲッティですね。そう、あとは西京焼きですかね、魚ですけど。常に料理をしたり、料理私するんです。趣味料理で、私は婚約者がいるんですが、婚約者は仕事をしていまして、私よりもハードワークといいますか、役所勤めだった私よりもハードワークなもんですから、今日もちょっとこちらにいないのはそういう理由なんですけれども、そうすると家事誰がするのかっていうと、今日私がします。なんで家事は洗濯炊事は基本全部私なので、あとはそういう意味じゃ、趣味でもあり、実態として対応し担当しながら私でもありという状況なんですが、家事はここで言うとちょっと怒られちゃうかもしれないですが、ゴミ捨てから風呂掃除、洗濯、料理、いわゆる何でしょう、専業主婦の方がやることは一通り私がやってるって、そんな感じです。はい、でも、今も家電は結構自動化されているので、洗剤の投入も全部自動ですし、私の使ってるやつはですけど、そんなに苦じゃなくやってます。そういう意味じゃ、普通は候補者と奥さんがいらっしゃる選挙戦というのが多いかもしれないんですけども、もうそこはちょっと新世代の選挙をやらせていただきたいなと思っていて、どうしてもちょっと仕事があるもんで、本当に来れない状況が続くもんですから、基本的に私単独でさせていただくと
いう、ちょっとあの今までなんでしょうね、自民党やあの維新公明党から支持いただくような人だとあまりない選挙のやり方かもしれないですが、そういうことをあのさせていただこうかなと思っています。ごめんなさい、話は挟めて恐縮なんですけど、あの奥さんも、選挙には応援してくださってるって感じですか？あの応援はもちろん、はい、もちろんもちろんもちろん、あの反対は一切してませんね。あの、せっかくの官僚なのにみたいなあ、そうですね、あのそれで言うと、あのどこまでその書けるかわからないんですが、あの事実だけをまず申し上げると、私のを務めていた方でございまして、あのまあ役人なんですけども、まあ、そんなもんですから、その政治の世界は子供の時からよく分かってる、そういうふうな方です。でもちろん大変なことは重々承知してるんですけども、あの大事な仕事だということも承知していただいているので、今回立候補するということに対しては特段全く抵抗はなく、あの向こうのご両親も含めて、でもやるからやってこいと、応援するというところで、あの今回は出させていただいております。もうあの体感しております。ただあの別にその関係であの結婚したとかそういうわけでは一切ないので、あの大学のですね、先輩後輩で同じゼミでした。あの交渉学のゼミの先輩後輩で、まあ、そういう関係性もあってあの今に至るというところで。後輩で先輩。私が先輩で後輩が、あの1学年違いですよ、ね。あの奥様も財務省？ではないです。あの役所では実はなくてですね。ただちょっと仕事とか多分言うと怒られちゃうと思うので、奥様っていうか、もう正式に結婚はこれからですね、まあ、あの婚約はしていて、はい、ということです、はい、席はもうそう入れますけども、当選したら結婚するとか、そうです、選挙終わってからかなと、何事も、やっぱりちょっと今、本当にバタバタしている状況でございますので、この選挙の立候補も本当に突、まあ、ある種突然みたいなところでございますので。もともとはあの10月ぐらいに挙式かなと考えてたんですけど、ちょっとその準備も何も今できてない状況なのでちょっと延期、少し延期かもなとは思っているところでございます。あのいずれにしろただ席は年内には入れます、はい。今お二人で世田谷区内に同居している。そうですね、はい、おっしゃる通りでございます。選挙に出ようとした時に役所なんかは移住されたり抵抗されたもちろんされましたが、そうは言ってもあの何でしょう、まあ、なぜ世田谷で出るべきなんだということも含めて、あ、まあ、あの役所とどういうやり取りがあったかというと、まず自民党さん、そして日本維新の会、そして公明党の皆様と、膝を突き合わせてお話しさせていただいたのが1月の最終週だったと思います。その3党の方々と、でその3党の方々からぜひ出てほしいというふうなお声を、いただいたのが1月最終週で、いやそんな声を今いただいてるんですという相談から実は役所にはしておりました。1月の最終週は。でもそうは言っても選挙戦4月23日スタートですので、あの、まあ、辞めるならもう1週間2週間で決断しなきゃいけないんだということも話をさせていただく中で、まあ、でも地元の国会議員の先生方、そしてまあ複数の党派からの、あのこういう声掛けだということもあるので、まあ確かに役所勤めを続けるってこともまあ、公に尽くす意味ではすごい大事なことなんですけども、逆に言うと私同期22人おりますので、同期もその志のもと続けてくれるだと、国のためであれば。ただ世田谷で出れるのは確かに私しかいないなと、まあ、同期世田谷生まれなんて私ぐらいしかいないのでと考えた時に、あのお役に立てることがあるならと思って立候補を決意させていただいたというふうな次第でございます。あの遺留は本当にされましたが、そこはまあある種あの説得しきったというところでございます。通常普通の会社であれば1ヶ月とかあの辞めるまで期間を設けてるところだと思いますが、まあ、ことがことでしたので、あの2月の8日にあの退職ということで、まあ、1週10日ぐらいしかなかったですかね、この話あの役所に行ってから。でも本当にご理解いただいて、あの退職の手続き、手はず、後任者の選定含めて全部やっていただいたというところです。何点か質問してもよろしいですか？はい、もちろんです。まず1点目が、まあ、繰り返しの質問で恐縮なんですけども、
なんで、財務官僚の道を外れて選挙に出ようと思ったのかっていうところに焦点を当てるといかがでしょうか。はい、やっぱり役所での限界ってのあるなと思ったんです、正直なこと言うと。私少子化対策も確かに専門なんですけども、役所に財務省に入った時に私やりたかったことというのは、税金に頼りすぎない国づくりなんですね、基本的には。財務官僚というと増税派かなというふうに思われてしまうところだと思うんですけども、財務省の中にもいくつかグループっていうとちょっと語弊がありますけど、発想が多様でして、確かに税金を上げて国の財政維持しなきゃいけないっていうタイプの方ももちろんいます。私はそっちじゃなくて、もちろん国を倒産させていけないって発想は一緒なんですけども、いや今ある資産を有効活用して稼ぎましょうよっていう側なんです。ただ主流派どっちと言われれば確かに増税派だと思います、正直申し上げて。私のような資産運用していきましょうよって発想の人が、例えば財政投資を担当してたりだとか、先ほど産業出身ですね、やってるわけですけども、そうは言ってもそれをじゃあ本流に据えられるかっていうと、これは役人には限界あるなと。これも政治の世界の話だなというのを、まあ、2年3年この産業投資やる中で感じていたところなんですね。シンガポールにはテマセクという、政府系のファンドがございまして、でそう、まあ、テマセクだけじゃない、もう一社あるんですけど、そういうところが稼いだその収入で国家財政の 18% が回ってるんですよ。要はその日本に置き換えると、まあ、今100兆円経済やっちゃってますので18兆円ということになりますけども、まあ、税金ではなくて国が自ら稼ぎますということをやっているのがこのシンガポールでございます。もちろんシンガポール国の規模が違いすぎて日本ですぐそのままできるというわけではないんですが、イギリスも実は今同じようなことをやってますというふうに、世界はだん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 と自ら国が稼いでいこうという、まあ、昔だと新自由主義だと小さい政府思考、まあ、小さすぎる政府って今批判を浴びてますけども、そこだと思うんですけど、確かに民間ができることは民間でやった方がいいんですけども、国が稼げるところがあるんだったらそれはやってもいいんじゃないかっていうのが私の発想で、それをじゃあ私としてはそういう国にしたいなと思ってるんですけども、私が仮に財務省をずっと勤め上げて仮に事務次官になったとしても自分の一存じゃこれできないなと思ってるんです。かといって日本国政府でこれをやりきる自信もまだ正直私ないですとなった時に、このシンガポールモデルって世田谷区だったらできるんじゃないかなっていうのは私思ったんですよね。世田谷って実は今基金が1465億円あります。でまさにそれって今運用してないんですよ、正直言って。世田谷区ってもうほとんど現預金で寝かしちゃっていて、利子収入が2億円しかないんです、世田谷区は。でも神戸市は大体 2% ぐらいで回しているので30億円ぐらい世田谷区でいうと利子収入があって、差し引き28億円利子収入があるんですよ。税をいただかずに逆に言うと28億円勝手に入ってくるわけですよ。これそれが本当はできるのに今の保坂区長だとできてないというのは、まあやっぱり国にいると様々な自治体の財政状況と把握できるので、世田谷区ここが本当に特徴的で、自分で稼ぐっていうことをしないっていうのが特徴的な区なんです。でそれは私がもし仮に区長にならせていただけるのであれば、それはある種、まあ、区議会の皆さんと協力しながらですけども、政治の立場からこの世田谷よくできる方法の一つだなと思ったんです。世田谷、今コロナで世田谷モデルって言ってますけども、財政の世田谷モデルって作れるんじゃないかなというのが私の発想なんです。で、例えばこの基金の話だけじゃなくて、命名権、ネーミングライツも実は同じで、隣の渋谷区さんは渋谷公会堂でたった一つだけで4億円稼いでますね。世田谷ってネーミングライツほとんど実は活用できなくて、すぐそこの世田谷公園の SL があるんですが、あそこに金環堂の名前今つけてまして、年間100万円なんですね。であとはレンタル自転車世田谷区が営業してるのがありまして、それが300万円で年間400万しか稼げてないんです。もちろん渋谷と世田谷のブランドの違いというのは事実として認めなきゃいけないところはあると思うんですけども、都市部か都市部じゃないかというところにおいて、でも世田谷の場合は少なくとも例えば区民会館、まあ、今建て直ししてますが大きいものがあって、そして地区に4つホールがあって、まあ、それネーミングライツもできるんじゃないかなと。それ以外にいろいろネーミングライツできるところはあると思います。例えば通りの名前に副題で会社名、地元の会社名つけるとかも一つだと思うんです。でそういうことを通じて
何億円かは稼げるはずなんです。少なくとも私の見立てではいろいろ合計して4億にはなるでしょう。渋谷と同じぐらいの渋谷の1個分ですけど、そうすると4年間で16億円ですので、4億円って結構大きいんですよ。制服無償化って3億5000万円でできるんですよ。だから財源措置なく制服無償化もできてしまうぐらいのもの資産が眠っているのに、それを活用できてないっていうのがこれ世田谷。国になるとやっぱ身動きが取りにくい部分があってできないところあると思いますが、地元であればできるなと確信して したというのがあって、ただそれをちゃんと考え出したのは正直言うとこの12月1月です。12月ぐらいから維新そして自民の方から少し内々の打診がある中で、自分の中での世田谷真剣に考えて1ヶ月2ヶ月お時間いただきましたけれども、1月の末に真剣に区議の皆さんから出てほしいと超党派でもお声いただく中で、私の2ヶ月間の勉強といいますか、その改めて地元を見つめ直す中で、財務省を続けるよりもこの世田谷で小回りが利く中で、この世田谷のために区民のために働いた方が社会に貢献できる度合いは大きいかもしれないなと思って、今回区長選を出ることになった、そういう次第でございます。こんなところでどうでしょう。ありがとうございます。あとですね、やっぱり選挙に勝つために、いろんな戦略が必要だと思います。現職は多分区外にも有名なほど、そうですね、名前が増えているわけで、どんな層の受け皿になりたいなというふうにお考えなのかと、勝つためにどんな手段、どんな選挙戦を展開していきたいかというところをちょっとお伺いなんでしょうか。はい、まずどんな層からというので言うと、やはりそのまず超党派ですよね。イデオロギーによらないっていうのは私のまず基本的な発想です。ただそうは言っても、私はそう思ってますけども、区民の皆さんどうかというと、やっぱりそのいわゆる共産党系の方っていうのは保坂区長に間違いなく入れるのは事実だと思います。で一方で、自民維新公明の方というのはこちらに入れていただける公算が今高くなってきているというのも事実だと思います。でも一方で世田谷の大多数は無党派層でございますので、この無党派層の方々をどう取り込んでいくかというところを私は注力していきたいというふうに考えています。で具体で言うと、私年齢も若いということもあります。そして保坂区長多選にもなってきているというふうな状況ですので、世田谷に新しい風を吹かしたいといいますか、世田谷をチェンジしたい、もうそろそろ保坂区長飽きてきたよねって声も結構街頭でかなり聞くんです。これは自民党公明党さん日本維新の会支持層では関係なく、この前は立憲民主党を私応援してるんだけど保坂さんちょっともう長すぎるからいいやっていうふうなお声もいただいたりとかする中で、だんだんと区民の中でちょっと世田谷停滞してきてるなっていう声も上がってきてる状況なんで、こういう方々をまずは私の方に見てもらいたいなと。やっぱり特別区長の年齢が比較的相対的に高いっていうのが特徴だと思いますし、65歳平均超えてきてます。でもちろんその年齢が高いからダメというつもりはないんですが、そうは言ってもやっぱりそのこの世の中どんどん変わっていく中においては、20年後30年後の世田谷を自分の責任として責任を持てる人が区長をやるっていうのはすごい大事なことだと私は思ってます。私2050年でもまだ現役世代です。30年後でもまだ60いってないです。でそういう人間にとってやっぱりその区政というのは向こう4年間良ければいいって話じゃなくて、20年30年渡って良くならなきゃいけないと。そういう時に、保坂区長にとって30年後っていうのは、平均寿命から言うともうご自身の出来事ではなくなっているのは事実なんですね。で私は平均寿命から言ってと言いますか、そもそも年齢的に現役世代なんで、また30年後私は自分事としてこの世代が良くしていかないと自分が困ってしまうという状況なので、そういうふうなところに確かにチェンジといいますか、チャンスといいますか、そこをこの人に託したいなと、一期4年間でもいいからしっかり託したいなと思っていただける人に投票してもらいたいなと、届くようにしていきたいと思っています。でどう選挙戦を繰り広げていくかというところなんですけども、もちろん選挙というのは、地上戦、空中戦、ネット戦と言われるわけでございますが、地上戦の強みが今回その推進いただいている自由民主党さんの強みだと思いますし、ネット戦の強みは、日本維新の会の皆さんの強みだと思います。地上戦は公明党さんの皆さんも強いですね。で空中戦
っていうところになってきますが、あのやはりしっかりと争点を明確にして、報道に取り上げてもらうというのはすごい私は大事なことだと思ってます。今回後でも ご紹介しなきゃいけないなと思うんですが、やっぱ新庁舎建設400億円税金で区民の負担を求めるのかどうかというのは、本当であれば確かに4年前争点するべきだったんだと思います、自民党の候補が。でも今まだ、まあ、工事の遅延のおかげというとちょっと語弊があるかもしれませんが、工事の遅延によって二期工事はまだスタートしてない選挙戦になりました、今回の今年は。で、一期工事はあの保坂区長があの特にあの注力されていた前川邦夫さんの建築を残すための工事というのを1期目はやってました。2期目3期目はもう新しいものを建てるという工事でございまして、で要は前川建築に関係なく設計が自由にいじれるというふうな領域です。で、隣の渋谷区や北側の豊島区はあの区民負担ゼロで建て替えられてますから、同じように世田谷もあのゼロで建て替えると。そして400億円を区民の住民サービスの向上に充てるべきだというのが私の発想です。ただこれ区長の一存でやっていいことだと正直私思っていなくて、選挙にかけるべきことだと思ってますね、ここまで大きい変革というのは。で、通常であれば住民投票だと思うんです、現職区長がやるんだれば。でも幸いこの時期に選挙がありますから、やはりこれからの時代区民に税金400億求めて立てるべきなのか、そうではなくてしっかりと民間企業の皆さんの活力を生かしながら、もう財源として400億ありますから、それを還元、住民サービスの向上ということで還元するのかを二者択一の争点で選挙戦を戦いたいと思ってますし、この争点をいかに知らしめるかということがこの選挙の鍵かなと思ってます。そのためにインターネット広告もしっかりやっていきます。街頭演説ももちろんしっかりやっていきますというところをやっていこうと思ってます。すみません、あの続いて恐縮なんですけど、ポスティングとか、 なんかそのバイト演説とか今されてるかと思うんですけども、ちょっと知名度がやはり保坂さんと比べると劣るのは事実であって、はい、でその知名度を上げるためにそのやってる活動の、まあ、今現時点で構わないんですけど、感触っていかがでしょうか。ですね、あの私の感触だけを言うと、私が街頭に立ち始めた、街頭といいますか、その街に立ち始めたのは役所辞めて翌日の2月9日でした。もちろんまだビラはなかったです、2月9日の段階で。もう辞めた翌日なんてどうにもならなかったです。でもそこからいろいろ挨拶する、当時はあの知らない候補者だったと思うんですが、2週間ぐらい前の出来事ですが、私の今回一緒に戦ってくれる同志の上嶋義盛区議会議員がいらっしゃるんですが、上嶋先生が地元アポなしであの、まあ、お伺いですか、一軒一軒お尋ね、軒並み尋ねたらしいんです、100件ぐらい。あのそれは自民党の支持層、公明党の支持層とか関係なくです。あの要は極端な話、共産党ポスト貼ってるところにもお伺いしたと聞いてます。で、その中で今回若い区長候補出るんでしょというのを、自民党の党員の方とかではなく本当に無派閥の方だと思うんですけども、から何件も話があったというふうに聞いてまして、そういう意味では当初よりも名前は広がりつつあるのかなというふうには思います。もちろんこれ正確な対世論調査をかけないといけないと思うんですけども、それはまた今週末めどであのネット調査と電話調査すると聞いてるんですけども、あのそれを見ないとわからないですが、少なくともあの前回の選挙の時よりもかなりあのいい形になってきているというふうな話は聞きます。ちょっと緩い話に行きましたんですけど、はい、得意料理は何ですか。あ、得意料理ですか。私ですね、ビーフシチューなんですよ。ビーフシチュー、はい、あのズボラってだけなんですけど、煮込めばいいので、はい、奥さんも、あ、奥さんも婚約者の方も結構好きだ。あ、そうですね、そうですね、あの最近あのちょっと緩い話に続けちゃいますけども、糖質制限ダイエットあるじゃないですか。あれ私実は成功者立場でして、あの私体重が一昨年の10月ですか、2021年の10月には私体重87キロあったんです。で今私体重66キロぐらいなんです。21キロ減ってるんですけれども、これはまさにあの低糖質の食事に気をつける、つまりタンパク質を多く取るというふうな話ですけど、お肉高いんでちょっとお金かかっちゃうんですけども、そこはちょっとあれなんですが、あの
その低糖質の料理で美味しく食べられるものって発想する中で、ビーフシチューは作り置きもできるので、役所勤めだと土日ぐらいしか料理ちゃんとはできないんですよ。そうすると、まあ、日曜日や土曜日にもう鍋こっそり作って全部冷凍みたいな、そんなことで、あのビーフシチュー、あとキーマカレーとかですか、あの肉多めのですね、もう本当に肉ゴロゴロのキーマカレーとかは、まあ、解凍して でご飯温めて終わりなので、まあ、すいません料理得意と言いながらズボラのメニューばっかなんですけど、はい、あとその大学の時演劇やってらっしゃったというか、はい、結構まあ下北だとそういうサブカルというのがありますね、あのあるんですけど、そういうのなんか劇を見に行ったりとかっていう、あのもう何年も前の話なんでどの劇だったかちょっと覚えてないんですが、やはりあの下北の小劇場であの友人というか演劇の同じグループの仲間っていうんでしょうかと何回も見に行ってましたし、あと実は私高校時代も少し演劇関わっていたんですね。あの高校演劇の当時は私音響とか照明を少し手伝っていたんですが、あのちょっと目黒になっちゃいますけど、目黒の駒場に駒場の小劇場がありまして、3階か4階まで上がらなきゃいけないんですけど、階段しかないんですけど、あそこが世田谷区の地域の世田谷区ですけど、城南地域なんですかね、の演劇地区大会は駒場で行うことになっていて、そこはよく出入りをしていました。なので下北だけじゃなくて、まあ、駒場もそうなんですけど、結構小劇場がたくさんあるんで、それはあの私としても、はい、あの維持っていうちょっと言い方するとおこがましいかもしれないですけども、ああいう文化大切にしていきたいなと思います。大学時代はどんな役をやられてた？いやいや、もうあの何でしょう、メインではないです私はあのメインは本当に音響照明で、それでまあ本当に8役やってたっていう、そんな感じで、私は機械メカニックが特に長けた、自分でのもあれですが長けてるタイプでして、まあ、プログラミングってさっき少し話もしましたけど、それもそうですし、まあ、音響照明も機械でやって今はそういうところも、まあ、そうです、機械つながりでそういうことをやり始めたってところだと思います。照明関係小学生の時から実は好きで、代表委員って言って、あの普通で言うと児童会役員みたいになるんですかね、普通の学校で言うとこうやってたんですが、うちの小学校は自分たちで音響照明まで全部セッティングして会を開くっていう風な方式でして、その小学校の時から音響照明よくやってたので、まあ、慣れてたっていうのもあると思います。ありがとうございます。すいません、はい、ふるさと納税をしない区民に関して、はい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 、これって法的にとかできるものなんですか？あ、これですね、できるないんじゃないかってお声いただくことがあるんですけど、これできないというふうな根拠をされる方の多くが第一法規さんが出している弁護士の見解なんですね。で、これ弁護士さんの見解、読み間違えちゃうとそう読めちゃうんです。どういうこと、弁護士さんの見解どう書いてあるかというと、ふるさと納税する人に罰則しちゃダメよっていう書き方をしてるんですね。ふるさと納税する人に対して例えば住民サービス減らす、これはいけませんよってことが書いてあるんです。で、私がやろうとしてることってそのまた逆の話で、ふるさと納税をしないで暮らさっている方、つまり 区内に納めてくださっている方に対してプラスアルファをしましょうというふうな話なので、その法律にはまず触れないというふうなまず状況でございます。あとは方法どうするのかというところなんですけれども、例えばこれあくまでも一例です、今から申し上げるのは。世田谷の場合はセタペイというものがございまして、地域通貨で今 5% 還元をやってるんですけれども、まあ、生活必需品を買うときっていうのはもともと関係なくなる話でございますけれども、要は何かを購入されるときにセタペイの何でしょう、まあ、ピーペイでいうとクーポンなんですかね、そういうセタペイクーポンみたいなものを発行させていただいて、で、まあ、この場合は例えば町づくりセンターだとか区役所だとかそういう場所で、まあ、納税証明との引き換えってちょっと変ですけども、方法はこれから練らなきゃいけないんですが、まあ、クーポンを交付できる、そういうふうな仕組みを整えることを通じて、ふるさと納税しないと日々の生活楽になるんだねっていうところをするだとか、さまざまそういうことはこれから考えていきたいなと思っています。あ、はい、松田さん、お父様は会社経営されてますね、はいはいはい、何系の事業を経営されてますか？広告代理店です。広告代理店と言っても何でしょう、電通さんとかっていうわけじゃなくてですね、本当に町の中小でございまして、社員の方もまあ一人二人っていうわけではない、零細ではないんですけども、30人ぐらいでやってる、そういう企業でございます。役所にいらっしゃった中で、まあ、さっきおっしゃった財務省が主流はどちらかというと税金かけてっていうところですけど、
そのまあ税金をかけない、できるだけかけないで、まあ、国づくりというのは、まあ、役所は珍しい方なんですけど、で大学時代も、まあ、スタートアップに関わってくるので、はい、ご自身の中でやはりそういうその経営者であるお父様の影響みたいなのが結構大きいんじゃないかな。あ、間違いなくあると思います。あの要はやっぱ家族の影響って、まあ、子供の形成においてもあの一般論から言うと子供形成においてもすごいあの影響あることだと思ってまして、私の場合はあのまず先祖を遡ると実は衆議院議員がいるんですね。あの深見虎之助というんですけれども、愛媛県で衆議院議員を務めていました。地域でいうと今村上誠一郎先生のいらっしゃる今治のあたりなんですけれども、村上先生のご先祖様の紋四郎先生とうちの先祖の虎之助がバチバチやってたことがあるんですが、あのでそれがでも今からもう100年ぐらい前の話です。で私はなのであの虎之助と直接会ったことないんですが、それの子供にあたる吉之助というのがいまして、私のひいおじいさんにあたる人なんですね。でそれが台座に住んでたんですけども、あの吉之助さんとは、小学校 1,2 年生まで生きてたのでよく会話してました。で総理府の局長を務めた方で、もともと文部官僚なんですが、なので、まあ、日常会話に結構なんでしょう、公の話が多かったんです。うちの場合はそういうこともあって、多分ある種刷り込みなのかもしれないですけども、公のために尽くそうっていうのは子供の時から発想はあったのは事実です。でただそうは言っても祖父と父は別に公の人間ではなくて、あの会社経営、あの父方の祖父が、会社を起こしまして、あ、ごめんなさい、父方の曽祖父が会社を起こしまして、父方の母方、父方の母方の曽祖父があの先ほどの申した深見家なんですが、でその内藤家というのはずっと、まあ、世田谷にはいるんですけども、あの広告代理店をやっている家系でございまして、まあ、祖父も父も、まあ、日常家ではそれぞれのことをですね、あのもう今祖父は会長になってるね、会長って呼んだりとか、うちの親父のことは社長って呼んだりとかしてるぐらいで、日常会はそもそも父とかおじいちゃんとかじゃないんですね。 社長会長なもんですから、まあ、そういう意味じゃ子供の時から会社ってどういうもんだってすり込まれてるところもあって、でやっぱ税金、まあ、中小の苦しいわけです。今回コロナも本当苦しかったんですね。うちはゼロゼロ融資受けたりとかする中で、まあ、なんとか生き延びたってところも正直あって、うちあの広告代理店、やっぱ広告って人の流れがなくなると広告って入んなくなるんです。そうすると代理収入なので本当に売り上げが落ち込みまして、本当にどうしようかって話もしてたんです。でそういう中での、まあ、生活も送っていたので、ただ税金に頼りすぎない方法あるんだったらそれが一番いいよなっていうのが、やっぱ生活者目線での実感としてあったと。でそれも役所でじゃあ何かできないかなと思ってたんですけども、まあそうは言ってもやっぱそれ政治の世界の仕事だなと思ったっていうところです。はい、あのさ先ほど、まあ、あの なぜ区長選出たかっていうお話、まあ、地元出身の話でいろいろとされたと思うんですけど、はい、まあ、なんかお話があったりとか、その公に尽くすってことを考えると、まあ別に例えばなんか国際でもいいんじゃないかなって思って、まあ変な話、その確かに区長としたら30前後ってちょっとまだ若いって話出てくると思うんですけど、別に衆議院議員とかだったら初当選がそれぐらいで、むしろ総理大臣とか目指すんだったら別に普通ぐらいの年齢なのかなって気がするんですけど、なんかそういう総理を目指す とかじゃなくて区長を目指すっていう選択をしたとかっていうのはなんか。ああ、なるほど。あのまず私の発想はあくまでもってとこなんですけども、あまり私落下傘で仕事したくないなって思うんです、大前提として。やっぱりその私は今回世田谷区長選で戦わせていただく中で、やっぱり世田谷区内30年住んでると、まあ、知らない地域基本的にもうないんですよね、さすがに。そうするとどこ行っても、まあ、少なくとも知ってる顔があったりとか知ってる街並みだったりということがあって、まあ、あのその地域の課題がやっぱ見えてくるんですよ。でも落下傘で例えばどこか国会議員ってことになってしまうと、知らない地域での挑戦になるじゃないですか。そうするとやっぱ地元のじゃあ地域の方々の代弁者って言えるのかっていうと、私はそこにちょっとクエスチョンがついてしまうんです、正直なこと申し上げると。あのもちろん落下さんの立派なことされてる方はいらっしゃると思うんですけども、私は あくまでもやっぱ地元でちゃんとやっていきたい、地元に生まれた人間としてっていうのをあの思ったところです。あので、まあ、そういうことを考えた時に、あのまあ、世田谷区長選のお声もあったのでっていうところなんですが、私自身そもそも国政正直そんなに考えてなくてですね、あの正直なこと言うと、あのさっきも話を申し上げた通り、やっぱりあのなんていうんですか、小回りが利くのがやっぱ自治体なんですよね。国だとさっきの税に頼らないみたいな話って簡単にできる話じゃないので、
っぱり実験としてモデルをちゃんと世田谷区で作って、でそれが横展開されていくといいなというふうに思うんですよ。もし人生今80年100年時代と言われている中で、将来全くじゃ何でしょう、全くというか世田谷区長も私何十年もやるべきものだと思ってないので、正直やっぱり長くても3期12年、逆に言うとそれぐらいで終わりをちゃんと決めとかないと区政の改革って停滞しちゃうと思うんですよ。いつまで経ってやってもいいやって思ってると先延ばし、まあ、人間どうしても先延ばし癖っていうのは必ず出てくるものなので、極端な話1期4年でちゃんとここまで完成させますよっていうふうな心づもりでやるべきものだと思ってるので、区長を大場区長はもちろん尊敬してるんですけど、大場区長ほど長くは私は多分やらないだろうなというふうにまず思ってます。でじゃあその先のことはその時考えればいいかなと思っていますし、それがじゃあ国政かって言われると、まあ、そうとも限らないんじゃないかなと思ってますし、あくまでも今は世田谷区のことだけ考えたいなと思ってるので、特に国政どうってことは今時点で何か考えたことはない、そういう状況なんです。実はおっしゃる通りちょっと若すぎる問題実際あるんですけども、まあそうは言っても区長ってその一人で仕事するんではなくて、やっぱ二元代表制なので、国と違って、で区議会の皆さんのご指導あってのやっぱ区長だと思いますから、で今回幸いにして自民公明維新そして無所属の先生方で、現職の人数だけで言うと今27名まで来てるんですよ、私を支援している方も50分の27で、新人を入れると自民党さんが6名維新さんが2名いるので、さっき32って出陣式言っちゃったんですけど35人ですよね、冷静に考えて35人いらっしゃるということだと思います、私を支持する方が。でもちろんどれだけ受かるかって話ももちろんあるんですが、まあ、でも現職の人数ぐらい受かる、最低でも受かる話なので、そうするとすでに半分以上の方から私と一緒にやりたいと言っていただけてると、で私に足りないところは皆さんからご指導いただきながら共にこの世田谷を変えていきたいなと思ってます。まあ、無所属、新人、若手っていうのはクリーンでありしがらみもないっていうところでもあるので、そこは柔軟にやっていきたいなと思います。あと今回の選挙の構図で、まあ、先ほども話し合ったりとか出馬の記者会見の時もあったと思います、まあ、維新さんと自民さんがなんかタッグを組んでこう推薦するっていうのがあったんですけど、まあ、統一地方選だと大阪とかだったら、まあ、ちょっと政党色を自民は抑えてるかもしれないですけど、結構維新と自民で結構現時点で激しく戦ってるっていう、激しく戦ってますね今。これやっぱ大阪では激しく戦ってるけど東京だったら共闘できるって感じなんですかね。なんかこれは私よりかは多分、私は無所属なのでちょっと存じ上げないところがあるんで。いや、まあこれはあくまでも内藤君という、まあ維新の立場というのは全然異議でありますので、はい、内藤君という、まあ、存在感、まあ、北区でもちょっと検討はしてるんですけれども、うん、本来は、まあ、今、ね、ご案内のように立憲さんと維新が今ちょっと政策協定をしたりとかして仲がいい状況にあったわけですけれども、うん、私が内藤君を馬場代表に相談をして代表と、まあ、ちょっとこう水を差すような雰囲気になるかもしれない、ここは実行委でやらせてもらいたいというふうに言いましたら、まあ、もう2つ返事でいいじゃないかと。区長選挙というのはあくまで国のためにあるわけで、政党のためではない。だからケースバイケースで全然行き来でいいと思えば、申し訳ないけど保坂さんが立憲だからというんじゃなくて、3期12年間の状況を見ているとやっぱりちょっと、思考しがたいものがあると。だとしたらやっぱり変わってもらうというのは、これは一市民の立場で当然のことなので、維新も政党のいろんな政策を別にして世田谷モデルは別で応援しようということになったわけですね。だからまあ特殊な例ではあるんです、うん、はい、今回あれですね、日本維新の会としての推薦ということになりますね、東京じゃなくて。日本維新の会というのは実は否定でですね、公認候補には吉村さん含めた馬場代表、吉村さん、つまり三役が応援に行ってもいいと、だけども推薦候補には行かないという原則がこうありましてね、同時にポスターも使わせないというふうに言ってきたんですけれども、面接をして、なかなか立派だし、非常にしっかりをした、で彼の中で、まあ、政策協定をして、要求改革を少ししっかりとしてもらうということを認めてくれたんで、まあ、ならばということで、まあ、ポスターも。内藤に限り吉原さんの外に貼ってある、後でご覧いただけると思いますけど、言ってくれたという経緯があります。
一応場合によっては吉村さんも応援に来る可能性がある可能性は十分あります。完全ちょっと選挙期間中のまだ日程をまだ作れてないもんですから、ちょっと出馬表明もあの先月の話なので。なんか今日茂木さんと時田さん並んだりするのかなと思ったんですけど、特に別になんか一緒の時間帯なかったら別に深いとかならない。あの時田の方が11時半に今度江東区でもともと用事がありましたので、ですからちょっと私ども、まあ、朝方の上に乗るのかなと思ってたんで、あの前に。車の不具合で、これ開かなくなっちゃう。こんなことを言うと、やっぱり自民党さんの方が、まあ、ご配慮でね、つまり、茂木さんが一回ほら大阪に行かれたじゃないですか。はい、であれで、なんとなく維新に媚び打ったみたいなね、ちょっとこう雰囲気が全くそうじゃなかったわけで、たまたまそうって言ってるわけだけれども、まあ、それもあるんで、なんとなく今一緒に言うと、そんな風に見られても嫌だっていうのもあったんだろうと、こっちは側分ですけれども、ですから、まあ、たまたまもう日程的に合わなかったんで、はい、本当はね、馬場代表、俺が行ってもいいんだって言ってくれてたんですけどね、大分に今日は行かざるを得なくなったんで、ごめんねということで、いいです。この、運用益20億円を満たしてっていうと、はい、ここでパーセントで言うと 1.6% ぐらいしかないと思ってないんですけど、これって具体的にはどんな運用し方を考えてますか？あの大体ですね、今、機構債といわれる、あの地方公共団体があの発行する安全、まあ、要は国債に準ずる債券の利回りが大体 1.8 ぐらいなんですね。で国債も年限もの、あの40年までやるかどうかとして、何十年ものも結構それぐらい気になってきてるので、あの単に極端な話、そういう安全なものを買うだけで 1.6% は勝手にいってしまうという状況であります。でもあと、まあ、基本的に基金だから何かの時は取り崩してっていうのを、はい、考えるそうなんです。そうなんです。そうした時に、はい、その何十年とかで組んでいればそれ簡単に崩した時にはその、予定した利回りが実現できないということもあるし、そういったところでとか、ですね、そこについてなんですけども、まずあの国債は市場が形成されているのですぐに売買ができるというふうな状況です。でこの利回りのその 1. 何パーというのは まあ、ある期間に一定あの、まあ、配当というんですかねが入るような仕組みになっていますので、あの途中で売ったとしても必ずその利回りが達成できる、そういうふうな仕組みになっています。でもだからその、今あの向こうの、銀行が潰れてというところで急激に環境変わって、そういったことによって、その、なんだ、債券の価格が下がって、だから100万円で買ったもので、まあ、満期まで待つと100万だけど、今売るんだったら、あの、90万ですよとかっていうことがあるわけじゃないですか。そうすると結局、確かに利回りは 1.6 でも、1.6 ない 1.8 で、あれしたけど、そういう市場環境が悪いところで何だか売らなきゃいけなくなれば、あのその売却のところでマイナスが出るじゃないですか。あの社債だとまさにおっしゃるように景気にかなり変動を受けるんですけども、今申した機構債だとか国債は基本的にはこの何十年を見ていてもほとんどその影響を受けていないと、あのリーマンの時も含めてなんですけど、なのであのご心配のところは基本的に起きないというふうに思っていただければと思います。あとはそのなんか投資みたいな、さっき企業に言ってる、はいはいはい、ういうこれで言うと06番がまさにそれですかね。これっていうのは、まあ、よく、まあ、例えば世田谷区がやるってなってから、例えば条件に世田谷区で事業をやってることだとか何らかのそういったようなあの条件つける、でもそうしたらそうするとその利回りがいいっていうかいい条件の企業ってその世田谷区のところでやってくれるわけになって、そこに投資できない、そうじゃなくて あっちに投資できれば、例えばそこそここだと渋谷区 あのところのに入ってる企業に投資できれば、それが10年後に上場して大きく利益が入ってくるかもしれないけど、世田谷区とかで条件つけてたからいい企業に投資できなくて、それもやっぱ上場までいかなくて結局20年経っても実現費がないようなこともあるかなと思って、そこら辺はどういった条件とかつけるつもりなのか、もうとにかく利益で
世田谷区がどうのこうのっていうのをつけないとか、どんな感じで考えてますか。あくまでも現段階のというところでございますが、稼ぐというためのものと産業を育てるというためのものを2つ分けて考える必要があるかなと思うんです。つまり同時並行が大事かなと思います。稼ぐというのは要は稼ぐことを通じてその、配当の果実を区民の皆さんに還元するというのが目的になるので、これは必ずしも世田谷に限らなくてもいいだろうというふうに考えています。実際政府の方でもやってるのはもう日本の企業に限らずに稼ごうというふうなものも今ございます。でもう一つはやはり産業の芽を育てるというのも大事だと思って、でこれは例えば創業は世田谷でやってほしいなとか、例えば世田谷区の雇用を何人ぐらいはしてもらう必要があるという企業の売上規模に応じてということだと思うんですよ。これはという条件は付けさせていただいた上で出資をしていくっていう、その両側面同時に走らせるということを私は今想定をしているところです。あと世田谷区の庁舎っていうか区役所が、はい、区役所、はい、世田谷線沿線で、そうですね、ちょっと使いづらいですよね。鉄道だけど鉄道と言えないじゃないか、まあ、軌道線ですね、そもそもで。ちょっとっていうところでなんでだろうっていう疑問があって、はい、その他のところに便利なところの駅前とか駅近くに当時計画あったんです。これそれこそキャロットに入れようって話あったんですよ。でももうそれは90年代とかの計画だと思いますけども、でそれはちょっと私もなぜそれが立ち消えになったかちょっとすいません、そこまで詳しくないんですけども、あったんですけども、現実問題として適切な土地が今世田谷区にはないのも事実だと思います。世田谷区三軒茶屋の再開発これからすることにまたなっているんですけども、今の計画では私たち地元人間三角地帯って言ったりするんですが、246と世田谷通り の斜めに交差しているところの三角地帯の部分を再開発しようじゃないかって話があるんですが、それ基本的に商店街なものですから、商店の再開発と、住居も少しって話があるとして、現段階では区役所の建て替えをそこにするという計画はないんですが、ないのとプラスアルファでこれが仮に4年前だったら争点できたと思うんです。一期工事も全くしてない状況だったら場所から考え直しましょうができたと思うんですが、あくまでも私はもう場所は残念ながらっていうところなんですけども、一期工事してしまってる以上それを場所変えればちょっとやりすぎな変革かなと思っているんで、できないかなと。ただ将来に世田谷の例えば50年計画を考えるためにはそれを考えなきゃいけないと思ってます。今世田谷区役所の区民会館、前川さんの建築を残すためがあまりコンクリートがですね、劣化の問題で30年ぐらいしか持たないと言われてるんですね、区役所の部分が。すると結局区民会館建て直しもしなきゃいけないかもしれないって時にはそれ30年後ということですけども、庁舎 のさらなる場所の変更ってことも含めて考えなきゃいけないとは思います。僕区民会館がやっぱ世田谷区の世田谷駅っていうのが確かに使いづらいんですよね、他の人から見ると。この三茶のあたりに何かあればそれこそ渋谷公会堂さんみたいにもっと広く使ってもらえるようなものになると思うんですけども、そこは今後三茶の再開発とともにこれから考えなきゃいけないことかもしれないですが、今の中では私が特にこうしたいっていうのはごめんなさいないです今のところ。あとこのゼロにっていうところがこの間の時の質問を聞いたら、容積で倍にすると、はいはい、5回が10回になるだけっていうと、やっぱりそれで別の何かどっかを集積したとしてもそれほど のお金をそれを売却するなりそっちに何かを建てて賃貸で回すなりなんだっていうんでは400について私はちょっと疑問符を感じてるんですが、そこら辺自信あるんですかね。この自信はあります。詳細は今すみません4月の11日頃をめどにここの部分の政策発表をしようと思っています。一級建築士の方々と今詰めておりまして、ちょっと今の段階でここにいくらでここにいくらでこうだからっていうところをちょっと申し上げられる段階にはないんですけれども、建築士との相談ベースでは確かにこれできそうだねって話に今なっているところで、11日をお待ちいただければと思います。あともう一つ犯罪ワースト2っていうんですけど、これは何の犯罪的 なんかこれは犯罪の合計 の認知件数なんですけども、警視庁が出している統計でございまして、法坂区長が就任するまでは2位じゃなかったんですけども、就任してから近年は合計数というんですかワースト2位と
という状況でございます。特に多いのは例えばオレオレ詐欺ですね。やっぱり世田谷、確かに西の神戸、東の世田谷と最近言われなくなってきてはいるものの、そうは言っても、まあ、町を探せばお金持ちの方もいらっしゃる事実で、そしてもう地元回りする中で結構防犯対策されてないなというのは見て取れました。でそういうところを狙われてしまって、犯罪、殺人とかではないんですけども、でもまあ地域の暮らしの安全という意味では、これ盗難被害というのは大きいものですので、それが今多いという状況です。で普通の住宅街とかに防犯カメラを増やしておくと、そういうことですか？おっしゃる通りです。隣の狛江市は実はご自宅に防犯カメラ設置すると補助金が出るので設置しやすいようになってるんですよ。でも世田谷区は保坂区長が今どう考えているかは分からないですが、まあ、過去 の, そのブログだとかツイッターを見るとやっぱり防犯カメラというか監視カメラというご自身は言い方をするんですね。で今直近どういう言い方をしているか分からないです。少なくともまあ行政の文書を読み上げるときは防犯カメラと読んでるはずなので、ただそうは言ってもご自身の中でやっぱり監視社会は作るべきじゃないというのが社民党時代 の, もう明確な主張でしたので、ご自身の中で防犯カメラもしかするとあまりその積極的じゃない部分があるのかもしれないです。ちょっと庁舎関連に関係して伺っていいですか？はい。で、詳細は4月11日に発表されてから。そうですね。はい。まあ、どういった形で、例えば400億円をゼロにするために、まあ、計画変更した場合は、庁舎を建てるための、まあ、期間とか、まあ、ペンディング期間とかが発生するとなんですね。で現時点でおそらく工事を受け出しているということは、地元の業者含めて、まあ、結構、まあ、事業として関わっている企業っていうのはいろいろあったりとかすると思うんですけど、まあ、仮にすごいいい計画ができて400万円が浮いても、それ以外の地元への経済効果とか、そういうのを含めると、なんか転入することによって結構なマイナスが発生する可能性があるんじゃないかなって思うところなんですけど、そこら辺はどうなんですか？はい。今回の区役所の建設に際して地元業者そもそも使ってないんです、世田谷区は。でなので、まあ、それは何でしょうね、世田谷区の業者で、まあ、これを担当、まあ、相当大きな建物なので、確かにその見合わないという言い方はあれですけども、その、まあ、適するものじゃないからということなんだと思うんですけども、逆に言うと、私の発想では、それのまず補填としては、学校の建て替えちゃんとするべきだなとまず思ってるんです。で、確かにその需要が一時的に、そうですね、もうちょっと大きい大枠から話をしようかなと思うんです。すみません。まず今回、世田谷区では1期工事、2期工事、3期工事というふうに分かれて工事を行います。1期工事は今年の9月まででございまして、2期工事は今年の10月からスタートして、それぞれ大体25ヶ月のスパンで行っていきます。で、まず工期が遅延するんじゃないかというふうなご心配に関しては、これなぜそもそも2期工事3期工事って分けてるかというところから多分紐解かなきゃいけないんですが、名目としては仮庁舎を作らないという名目で今回実は話が進んでいて、要は区役所のエリアが3箇所あるとしたときに1期工事を行いましたと、2期と3期は分けて2期やって次3期やってっていうことをやりますよっていう、それで25ヶ月かかっちゃいますという話なんです。私のプランはこの領域は1箇所だけで最後立て切りましょうよというふうな話なんです、基本的には。で、これは最終的にその区役所の工事と関係なくまた後で使えばいいよねっていうふうな、空き地をちゃんと作る。あるいは、建て替えなきゃいけないときに建て替えられる土地が残ってないって今状況のプランなので、これまずいよねってことなんで、そうすると、建設は工期は1回で終わります。2回ではなくて。なので、2期工事の期間に設計変更をちゃんとさせていただいて、3期工事で最後建てましょうというプランになりますので、工期の伸びっていうのは今予定はされていません。でただそうは言っても2期工事の間って設計変更になっているので地元で例えば動かないじゃないかと、例えば極端なし従業員といいますか建設労働者の方が地元で例えばお食事をされたりという経済効果ってなくなってしまうじゃないかと、まあ、ここまで言われてしまう、確かにその一面側面はあるのは事実なんですけども、その代わりといってもあれですけれども、しっかりと今ここ の, 学校の建て替えができていないところっていうのを代わりに同時変更させていただく。今前の区長の熊本さん時代っていうのは結構建て替えどんどんやってたんですけど、今保坂さんになってから建て替えのペースが落ちてしまってるので、ここしっかりと補填にはならないかもしれないですけど、地場の産業を使ってですね、庁舎の建て替えの代わりに学校の建て替えさせていただいて、まあプラマイゼロに
の地元経済効果にはしたいと考えています。あとまあ30分ぐらいで、だからあと5分ぐらいで終わりたいと思っておりまして、申し訳ありませんがありましたら、はい、端的で構わないです。2個お伺いします。1個関連、今までの関連で庁舎を建て替えるところで、まあ高くする、まあ端的に高くする、まあ、そうするとまあちょっと、まあちょっと保守的な考えかもしれないですけど、ちょっとあそこ の低層の住宅街のちょっと景観が損なわれるっていうようなあの意見も出てくると思うんですけど、その辺どうか、はい、あの地元の町会の方々と今回意見交換をさせていただきました。でそれで分かったことなんですが、地元の町会はそもそも保坂プランに反対で、実はそもそももっと高いの作ってくれっていうのが地元の町会の意見だったんです。これ高いのを作って空き地を作ってくれっていうのがもともとの町会の話で、にもかか、まあ、にもかあの、あの町会の方が言ってたのはにもかかわらずそれを無視されてしまって、あの前川建築を残すというふうなお題目のもと、あのなんだか庁舎が結局 今も第1第2第3と分かれてるんですけど、同じように分かれてしまう、あの効率の悪い設計になってしまっているという、結構ご不満をあの区民の方々、地元の町会の方々抱いていらっしゃいます。で今からでも空き地作ってもらえたりするんだったら高いにしてくれというのが実はあの地元の発想なのと、あそこの地域ってあの世田谷区内で10メートルの高さ制限があったりするんですが、実はあそこ違ってですね、45メートル制限なんです。でそもそも高さに抵抗のない地域なんです、あそこって。であの地元の町会、いや45メートルじゃなくてもっとしてくれよっていうのがもともとの意見だったんですが、まあ、あのいずれにせよ地元としては高いものに抵抗がないっていうのがまず一つ目。今の保坂区長のプランでも実は10階まで立ちます。ただ45メートルまでやるっていう発想なので、あの何でしょう、景観は確かに今とは変わりますが、そもそも現行の区長のプランでも変わるので、そこに対してはある種あの仮に保坂区長そういうご意見いただいたら、いやご自身の計画見直してくださいって話になるっていう。あとあの全然違う話で、世田谷のなんか好きなスポットとか、まあ、そのプライベートなところで好きなスポットとか、なんか好きな、まあ、街とか、はい、なんかそういうのあるじゃないですか。あの好きなスポットで言うと、駒沢公園と杵田公園は私好きです。あの、まあ、子供の時からピクニックとかよく行ってたという話でもあるのと、まあ、やっぱり広い場所、世田谷といいますか東京でも結構珍しい場所だなと思っていて、都心にあれだけ広大な公園が2カ所もあるというのは、それは非常に好きな場所でもありますが、あとはそうですね、おすすめスポットってわけでもないんですけども、杵田公園のところに世田谷美術館というのがありまして、で私はあれ将来博物館とかにした方がいいんじゃないかなと思って、あのあれって博物館法で実はやってるんですね、美術館とは言いつも。で博物館にしても特に問題ないんですけども、美術ってだけだとどうしても人の集まり最近悪いのも事実で、あの美術館もう少し何かそのせっかくある箱がもうあるんだったら壊すというよりかはそれをもっと生かす方法ないかなと思っていて、あそこ、まあ、ちょっと駅から不便なんですけども、もう少し人の流れ作れたなというふうに思っています。あとこれに関連して変えたいところを一つ言うと、あのカンパチの東名から第三京浜までのあそこの道は本当に渋滞がひどいじゃないですか。とてもあの短い距離にかかる時間と思えないぐらい混みますよね。あそこはやっぱり私としても変えていきたいなと思っていて、やっぱり保坂区長がこの12年間道路行政を本当にやってこなかったのは事実で、あの世田谷区の区民調査でも道が狭い混んでるが一番あの苦情の第一なんですよ。区民の3割のことを思ってるんです。それだけ3割の方が思ってるのに、まあ、熊本区政時代に計画になったものはやるけれども、京成道路とかもそうですが、保坂区長があまり積極的にあの、まあ、土地の接収というとちょっと言葉響き悪いですが行政代執行しないというところもあって、やっぱ狭いあの区民にとってよろしくない状況が続いていると。でこれは道路の形変えるとかでも実はあの形を変えるというのは歩道の幅をちょっと変えたりとかでも解決することで、ちょっと引きの例で言うと、この246ありますけれども、向こうの洋画のインターからこっち来るときに駒沢から三茶のあたりがすごい混むんです。で混む理由はこの首都高の橋脚の位置に問題があって、あの右折レーンを作れない位置に橋脚が立っちゃってるんです。橋脚の位置を変えるだけで右折レーンができるんで、そうするとこれって解決するんです、この混雑って。でこうやって区だけではもちろんできなくて、国道なのであの国との連携が必要なんですけども、今回私の強みは国との連携ができるってことなんですね。でこの道路の
話だって、橋脚一本直すだけで、こんなん渋滞終わる話なんです、解決してしまう話なんで、そういうふうにできることをこの12年してこなかったということに、私は本当にもどかしさを感じています。そこも含めて、あの道路に莫大なお金を使おうというつもりはもちろんないんですが、ちょっとしたアイデアで変えられるものがあるので、そこはしっかりとやっていきたいんで、あの東名と第三京浜のところも外環道を結局通ればいいって話では確かにあるんですけども、結局あれも渋滞原因って、実はその右に曲がろう左に曲がろうっていう車が邪魔していて、直進が一車線しかないので、そういうことに起因してるんで、そこをちょっと工夫するだけでこれも渋滞解決するんで、そこをしっかりとあの工夫で、国道ではありますけども、あの国と連携してやっていきたいと思います。出張費を実費より多く受け取れる証明管理をっていうのがあるんですけど、はい、これって多分 今の批判するのは、例えばあの出張一回出張したら、あの固定代で1万円であるよと、定額支給ですね。で例えば1万円でんだけど、じゃあ安いビジネスホテル6000円だと4000自分の手元に入るとか、そうです、今条例はそうです。それがあの得してて悪いからって、じゃあでも実費精算で1万円までいったら、じゃあ今まで6000円で泊まってたけど1万円のホテルに泊まろうってなるじゃないですか。そこに対して何か安いところ1万円限度だけど安いところになったっていうインセンティブを与えないと、ただ単に経費の変わらないだけ高いところにしよう、安くする必要ないよねってなるだろうかなと思うんですけど、そこら辺ってどうあのそこはまさにこれから詰めなきゃいけない部分では確かにあるんですけども、現実問題として今あの実費ではなく定額支給になってしまってるんです、世田谷区の場合は。ここはまず何かメスを入れなきゃいけないんじゃないかというメッセージをまず入れさせてもらってます。で具体おっしゃる通り、目的は経費を縮減するということなので、経費を縮減するために、まあ、あの区民感情の問題があるとしても、例えばその差額の例えばその、あの4分の1でも、例えば食事代に当てられるようにするだとか含めて、あのゴールに適切にアプローチできるように、そこをしっかりあのこれから練らせていただければと思います。そういうのはね、あので そこについて文句言うといいかもしれないけど、ね、やっぱそう、まあ、トータルよりは下がってますからね、実際そういうところぜひ、ね、やらないと、うんうん、結局なんだかんだこういう批判して、うんうん、じゃあ実費ですよって、確かに領収書だとその儲けはないけど、うん、安くすあの税金に節約しようというインセンティブが、ね、おっしゃる通り、上限にあの結局これが上がってきちゃったら本末転倒なので、そこはしっかりと、はい、じゃあすいません、どうでしょうかね、もうちょっと判断になりましたので、大変長時間、皆さんありがとうございました。お時間いただきました。また11日のご案内をちょっと追ってご連絡させていただきます。ちょっと場所も含めて今調整中です。一応午前の予定ではあります。会見形式、会見形式と、そうです、会見形式を予定しています。場合によっては人数によってはこんな感じでさせてもらうかもしれません。調査票あります。調査票出来上がってますので。NHK さん。